はい、皆さんこんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。さて今日はですね、ビットコインの市場の動き、についてで、アメリカのですね、仮想通貨規制の話もだいぶ見えてきました。あとはアメリカの CPI ですね、はい、これかなり重要な週は昨日発表されました。それも踏まえて BTC 市場の動きを解説します。そして、鉄腕アトム、まあ誰もが知ってるですね、有名、キャラクター、アニメの鉄腕アトムがですね、NFT、メタバース、まあ、ゲームですね、はい、ゲーム化されます、はい、でそれのプレミアカードのゲット方法というのをお伝えしたいと思います。まずは僕のことをご存知ない方のために簡単に自己紹介しておきます。投資歴13年目になります。はい。で、仮想通貨以外はですね、FX、バイナリー、株などをやって全て勝ち続けているんですけども、意識しているのはポートフォリオということで、まあ仮想通貨いい時悪い時激しいんですけども、まあその仮想通貨がまあ悪い時でも他でですね、カバーして、で、逆にまあ他がいまいちな時でも仮想通貨が爆発力で稼いでみたいな、そんな形で、まあ、分散投資とかよく話はね聞くとは思うんですけども、なるべくね広く分散することで、リスクというのをですね減らしてリターンを最大化することができる。これポートフォリオ理論というですね、まあ本とか出てるんでね、興味ある方は見てみるといいと思います。はい。で、公式 LINE とかですね、テレグラムなどやってます。登録されてない方はですね、5秒でできますので、ピン止めまでしといてもらえると爆速でですね、めちゃくちゃ有料級の情報というのが手に入りますので、登録されてない方はぜひしてみてください。はい。それではですね、仮想通貨規制とか、あとはアメリカの CPI を踏まえてですね、ビットコインの市場の動きの解説をしたいと思います。はい。まずはですね、アメリカの仮想通貨規制に関する大統領令の話なんですけども、これ以前僕の動画でこの件はですね、大注目ですという話をしていました。で、結果から言いますと、かなりポジティブですね、かなり好ましいものだということで、内容が仮想通貨市場にとっては非常にポジティブで、まあ、簡単にどういうことかというと、この分野ですね、要はブロックチェーンとかクリプトの分野、 Web3 という分野ですね、この分野ではアメリカにとって、まあ、富をもたらすというかね、国益をもたらすってことですね、を言っていて、でそのためには規制が必要なんだよという。で、なのでアメリカとしてはこの Web3 とかクリプトとか、こういったブロックチェーンの分野で、まあ、覇権を取りたいということが伺えるわけですね。で、そのために、必要な規制をしていくよということです。はい。なので、もともとでそのイエレンさんっていうFRB の議長は仮想通貨に対して、まあ、かなり、まあ、ネガティブというかね、規制がかなり厳しいようなね、印象の発言を去年あたりはしてたんですけれども、それが、今回のこの、まあ、リークとか、まあ、ミスなのかどうかはわかんないですけど、先にね、発表される前に情報が漏れちゃってて、で、まあその内容によると、まあ、イエレンさんもかなりまあ前向きというか、まあ認めてその規制をするっていう方向にね、変わってるというような印象を受けます。で、これ自体は非常にポジティブな話で、で、長期的に見れば非常にポジティブです。で、ただね、やっぱね、その時間はかかるんですよね。まあ1年とか、もうちょっとかな、は、この効果が出てくるのはかかります。要は、今までその、機関投資家、大口機関投資家は、仮想通貨とかにね、こう、投資をしたいと考えていたけど、その、整備がちゃんとされてないとですね、その、機関投資家とか、その、人のお金をね、運用してるわけですね。なので、なんか、それで、とんでもないことになったりしたら、まずいわけですよね。はい。なので、興味はあるんだけど、しっかりと整備をしてほしいっていうニーズがあったわけで、それを今回、規制により、まあ、道ができると、整備された道ができると、そうすると、ドカッとね、資金が入ってくるような流れになります。はい。で、2016年だったかな、17年だったかな、あと、日本で、資金決済法っていうのが、改正資金決済法っていうのができて、それで、まあ、仮想通貨に対して、資金をですね、まあ、投資しやすいような環境が日本で整ったんですよね。で、それによって2017年の、バブルが起きました。なので、あの時はね、日本人主導のバブルだったわけですね。で、今回その2020年後半から21年、続く、このバブルというのはアメリカ主導です。はい。なので、アメリカの規制というのは、これがね、厳しすぎたら、
このバブルがですね、かなりしぼんでしまうわけです。はい。でも今回かなりポジティブだった。はい。とはいえ、規制の効果がね、発揮されるのは、やっぱり1年とか時間かかってきますので、まあ、長い目で見てみれば、相当ね、プラスな要素であると考えています。そして、こちら、アメリカの CPI ですね、消費者物価指数という、こちらはかなり仮想通貨にとってはネガティブな内容です。はい。というのが40年ぶりのインフレの高水準が継続しているということで、前年同月比が 7.9% ですね。はい。その前の月は、2月に発表されたのは 7.5% でした。で、3月発表が 7.9% でしたということで、まあ、どんどんそのインフレが、加速がまだね、終わらないと、止まっていないということですね。で、7.9% っていうのは約40年ぶりってことですね。はい。1982年以来ということで、はい。それぐらいの期間ですね。この 7.9% という伸びはなかったと。いうことになってます。はい。で、まあ、これがね、あるとどうなるかというと、インフレの加速が止まらないと、FRB ですね、アメリカの、中央銀行が、まあ、利上げとか金融引き締めをですね、急ペースでやらないと、物価上昇が止まんなくなってしまうんですね。で、急ペースで利上げだったり、金融引き締めすると、まあ、経済にとっては、大きくマイナス。つまり株価が下がるわけですね。で、何度も言ってますけども、今のその仮想通貨市場っていうのは、米株に連動してます。なぜかというと、投資家が同じ属性だから、はい。アメリカ株に投資してる層が、ビットコインにとかね、他のアルトコインにも投資している状況なので、まあ、株全体が下がると、リスクマネーからですね、資金引き上げちゃうんですよ。はい。なので、CPI がね、こう、上昇が止まらないと、アメリカの利上げ観測っていうのが、より強くなって、ペースが速くなるんじゃないかと。で、それによって株が下がって、BTC も釣れやすると、アルトコインも釣れやすると。まあ、そういったロジックになっています。現在はね、はい。で、これが、まあ、有事の BTC 買いっていう需要もあるので、アメリカ株とね、こう、連動が、相関、が外れるとまたね状況変わってくるんですけども、現状はまだね連動している相関しているという状態なので、利上げに関して言えばネガティブという感じになってます。はい。そこまでが前提として、ではチャートの方を見てみたいと思います。こちらビットコインの日足ですね。はい。で、アメリカの規制の話が出たのがここです。はい。ビヨーンと、はい、4000ドル、3000ドルとか上がりました。4時間足くらいにしましょうか。はい、ここですね。ニュースが出たのが、米大統領規制が予想以上にポジティブだったということで、バーッと買われてったんですけども、はい、割とね、すぐ押し戻されました。で、これは、まあ、正直、ベアトレンド、要は下降トレンドってことですね。はい。なので、もう買いが続かないってことですね。で、さっき言った通り、その規制の話っていうのは1年後とかに効いてくるんで、まあ、短期的に、そんなね、すぐ、ずるずる、スコーンと上げていくような、ものではない。要は資金がね、そのすぐ入ってくるわけじゃないんで、その規制の話っていうのが、これポジティブだよってなっても、そのね、ニュースを聞いて、すぐにその機関投資家が、じゃあビットコイン買おうかっつって、資金をね、投じてくるわけではないので、まあ、ニュースで上がっただけで、その、実際のね、資金がまだ来てないんで、買いは続かないという状態。で、まあ、上がったところは、その、下降トレンド中なんで、上がったところを売りたいっていうトレーダーだったり、戻ったら、その、現物をね、処分したいっていう人だったりっていう、売り圧が強くて、下がってたという感じです。はい。で、さらにですね、アメリカの CPI が予想以上に強くて、で、利上げ観測の利上げはまあ確定なんですけどね、3月は 0.25% は確定だと思います。はい。で、さらなるその追加利上げであったり、ペースのね、ペースが速くなるっていうのも織り込んできて、またさらにね、一段と下がったという感じになってます。はい。で、2回ぐらい前かな、時に話したこの辺かな。はい。この辺まで上がってったところに話した時、4万5千か。4万5千ぐらいはちょっと重いですよと話をして、で、まあ、三角持ち合いか、こういうボックス持ち合いになるんじゃないかなという話をしました。で、FOMC が15、16ですね。はい。にありますので、この辺かな。はい。この辺までは持ち合いが続くでしょうという話をして、まあ、そうですね。まあ、ほぼほぼそんな感じになっているかなという
感じですね。で、まあ、個人的には上、今ね、ここ4万5000抜けていくよりは、一回下にね、割れるんじゃないかなという目線の方が今強いっす。はい。で、その前にも言ったんですけども、そのなった時の1個の縁が3万、ここですね。はい。日足にしました。はい。1個はですね、まあ、この辺ですね、3万2、3000ぐらい。はい。この下が3万割りからの2万8000ぐらい。はい。ということで、まあ、マックスで2万5000ぐらいまでは見ています。はい。アメリカのその仮想通貨規制がポジティブだったこともあって、そのどんどんね、ここからさらに暴落していって、1万、2万ドルを割ってっていう展開はちょっと考えづらいかなとは思いますけども、引き締めのね、ペース、要はインフレが止まらなければ、アメリカ株ではね、株価を犠牲にしてでもそのインフレ止めないと庶民がね苦しんじゃうので、はい、そうなった場合は結構そのクラッシュ的なね暴落があるかなと。でそれに巻き込まれた時 BTC はですね、2万8000ドル割れて、さらにね、下げていく展開っていうのも一応頭には入れております。またね、常にね日頃そのウクライナ情勢もありますし、情勢変わりますんで、また日頃僕はキャッチアップしてニュース、いろんな、ね、指標とかデータっていうのをキャッチアップして、で、まあ、考えをこうやって、たまに話してるんですけども、また進展があったらぜひね、お伝えしたいと思います。ここまでね、そんな簡単ではない話だと思うんですけども、はい、ずっとね聞いてたらそのうち、あ、なるほどねっていうことを理解できるようになるとなりますんで、はい、今後もね楽しみにしていってください。またね、こういった話ぜひ教えてよっていう方、勉強になったよっていう方はぜひグッドボタンを押してお知らせください。はい、では今日の2つ目の話題ですね。鉄腕アトム NFT メタバース化ということで、プレミアカードのゲット方法ということをお伝えしたいと思います。こちらニュースサイトですねからの引用なんですけども、史上初、鉄腕アトム NFT メタバースゲーム化ということで、全国の自治体と提携ということです。はい。で、まあ、誰もが知ってるですね、鉄腕アトムが NFT のメタバースゲームになって、で、まあ、カードがセールされるんですけども、はい。そのセールをで買うんじゃなくて、ただでね、しかもプレミアカードっていうのをゲットする方法っていうのをお伝えします。はい。で、まあ、簡単にその、これ何かというと、ザナっていうですね、メタバースのプラットフォームですね、聞いたことある方も結構いらっしゃると思うんですけども、これを使って、ザナを使って、ザナのメタバースプラットフォーム上でやるブロックチェーンゲームですね、はい。鉄腕アトムのキャラクターを使うと。で、面白いのが、まあ、地方とですね、こう、タイアップしてるんですよね、はい。で、これなんでかというと、コロナ禍で大きく引き上げた地域経済、国内観光マーケットの回復支援を目的としてっていうことで、でね、どこだっけな、すごい有名な企業、これだ、JTB と JCB ですね、が噛んでるんですよね。共同出資した会社 J&J 事業創造、株式会社 J&J 事業創造という会社は、 JTB と JCB の共同出資した合弁会社ということで、まあ、こんなね大企業も乗り込んできたということで、まあ、かなりやっぱり仮想通貨、ブロックチェーン、メタバースあたりのポテンシャルっていうのをですね、まあ、多くの人が今気づいてきたという状態になっています。でこちらがストローボーイジャパン NFT というですね、今回のこの鉄腕アトムですね、NFT カードをゲームで使うカードですね。でこのジェネシスカードというのがですね、まあ、プレミアらしいんですよ。はい。でこれをタダでゲットするチャンスがあると。はい。でですね、抽選のですねプラットフォームはグレアムではないです。よくあるグレアムではないんですけれども、まあ似たようなものになっています。はい。でジェネシス NFT ですね、このプレミアのカードを持っているとメタバース独占イベントのアクセス、 VIP コミュニティ参加権、ゲームへの早期アクセス、プレイトゥワン報酬ウルトラブーストと、まあ、いろいろこうメリットがあるということです。はい。で参加方法は名前とメールアドレスをですね入力します。はい。でその後にですねウォレットアドレス、これは EVM という、まあ、イーサリアムメタマスクのねアドレスで大丈夫です。はい。を入れて、でツイッターフォローしてリツイートしてとか、まあ、よくあるタスクですね、これをこなしていくとポイントがたまって、それで、当選率を上げることができます。はい。で2000人の方にですね当たります。で4月の4日まで、4日が終了となってます。
まだ24日ありますけれども、なるべくね、こういうの本当にすぐやる癖をつけた方がいいですので、もう情報をゲットした時にやるっていうね、癖をつけてください。で、そうしないと前あったんですけども、プロジェクトギャラクシーのデュエットというですね、プロジェクトが NFT をね、特にタスクなしで発行できるっていう NFT があったんですけどね、それが、裏ではもう人数がね、限定されていたということで、で、その情報はなかったんですけども、はい。で、僕が発信してすぐやった方はゲットできたんですけども、ちょっとね、時間経ってからやろうとしたら、もう実は終わってたと。で、期日は、翌日だったんですけども、はい。枚数がね、足しちゃって、上限に裏のその上限にね、裏で設定されていた上限に達しちゃって、ゲットできなかったっていう方が結構多数いました。で、ということはね、本当によくありますので、なるべくいい情報だなと思ったらもうすぐやる、即やるっていうね、癖をつけた方がパフォーマンスはね、劇的に上がりますので、覚えておいてください。最後にですね、ザナについて、軽く触れておきます。で、ザナは今回この鉄アトムのですね、NFT、メタバースゲームが動くプラットフォームになります。で、競合はディセントランドとかサンドボックスとかアクシーとかそういうものと競合しているんですけども、対応してですね、VR とか AR とかにも対応してたり、チェーンもですね、マルチチェーン対応であったりとか、いろいろ機能が優れているというのを売りにしているプラットフォームですね、メタバースプラットフォームになってます。で、やっぱ後発なんで機能が良くないと誰もその使わないわけですよね。はい。なので、広まっていかないと価値っていうのはやっぱ出てこないんですけれども、こういったね、ウルトラマンであったり、結構富士ランドとか、あとこれですね、今回の鉄腕アトムだったりとか、こういった有名 IP、IP ってのは知的財産なんですけどね、こういうところと組んで、人をね、こう誘致してマーケティングしているという感じですね。なので今回のこのアストロボーイジャパン NFT 鉄アトムのやつもですね、ザナのそのユーザーが増えればですね、ネットワーク効果といって、それによって価値が高まって、で、このジェネシスプレミアカードっていうのも価値がね、高まってくるはずです。はい。で、とはいえ、このね、買ったりしたら損益っていうのが発生しますけど、はい。これタダでゲットしたらもういくらでも放置できるわけじゃないですか。原価0円なんで、はい。別に最悪ね、価値がなくなってもいいわけだと思うんですよね。なので、ただでゲットしたら本当にずっとそのホールドできる。で、ブロックチェーンじゃなくて、メタバースっていうのは、そんなね、簡単に普及しないっす。はい。本当に5年、10年、20年ってかけて普及していくようなものだと思います。スマホでどれぐらいだろう。普及したの多分出始めしてから10年とかかかってると思うんですけどね、そんな感じだと思います。はい。みんながメタバースを使う、みんなおじいちゃんおばあちゃんとかね、ちょっと使わないかもしれないんですけども、今そのスマホでね、こう高齢者の方でも別に SNS とか使ったりしてるわけじゃないですか。そんな形でメタバースが一般的に普及しだした頃に、で、その時にザナがですね、かなりの、ザナというかこの NFT ゲームでもいいんですけども、はい。それが、ユーザーがね、相当多いっていう状態になったら、その時は、すごいね、価値がつくと思います。はい。ただ、それをずっとね、こう、待ってられるかってなったら、自分で投資したやつだったらね、なかなか、そこまで引っ張るってことは、かなりね、信念がないと難しいと思うんですけども、無料で取得できたものであれば、もう、忘れてたみたいなね、感じで、爆撃になったり、することが、できますので、こういったねもの無料でゲットできるプレミアものというのらぜひね、ガンガン参加して、で、ゲットを狙っていくと本当にね、後でめちゃくちゃ化けたりするんで、はい、ぜひね参加してください。はい。では、最後にですね、よく見る図をお伝えします。はい。で、メタバース、さっきね、本当にそんな簡単に普及しないって言ったんですけども、5年10年20年とかかりますよと言いました。で、メタバースって名前聞いたことある人は最近ね多いかもしれないんですけども、実際にメタバースの空間にね、で何かしたりとか、そのものを持ってるみたいな人は完全にここです。アーリーアダプターですね。はい。で、今後その5年10年、20年とかけてこちらの層にね浸透していきます。はい。その時に、ここでですね、仕込んでた人たちは、経済的な利益をね、大きく得ることが
できます。はい、でもこれはまあ間違いない、何の分野でもそうです。はい、でメタバースは完全に、ここなので、はい、僕のね、情報、はい、キャッチアップ、し続けてもらえれば、まあメタバースに限らずね、アーリーアダプターになれる情報っていうのを今後も配信していきますので、ぜひ楽しみにお待ちください。はい、それでは今日の動画ね、いいねと思ってもらえたら、ぜひグッドボタンの方をお願いします。いつも最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。